お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日はお知らせがあるんですけど、なんと何のお知らせですか？ミッチードッキリだったらっていうお知らせですか？あ、ミッチードッキリだったら多分大炎上ですね、今頃。実は塗り替え道場、個人チャンネル作ることになりました。個人チャンネルって何なんですか？サブチャンってことですか？そこら辺の YouTuber のサブちゃんはなんかちょっと内容薄いやつのサブちゃんみたいな感じですか。なんかそうじゃなくて、もう個人チャンネルで、もう足場班の一個、塗り替え道場足場班のチャンネルと、あとなんか私の個人チャンネルを作ることになったんですよ。あ、2個できるんですよ。あ、そうです。まあでも別に足場班1人ずつ作ってもいいと思いますよ。1人ずつ全然それもありだと思うんですよ。絶対投稿しんやん。するよ、モーニングルーティーン寝坊から始まる。じゃあ別にいいんですか、個人でも。個人だったらドランじゃん。カンタ君のファミリーチャンネルとかやばそうですね。多分バズるんじゃないですか。バズらんでしょ。だってもうあれすでにバズってるし。もうすでにバズってます。あれも子供のサムネでバズっとるだけだよ。違う、お前じゃねえ。もじゃもじゃねえ。まあなんかそんな感じで個人チャンネルを開設することになったんですけど、なんかちょっと所長から聞いて、私も正直まだあんまり理解してないんですけど、なんか一応会社が塗り替え道場が管理っていうかの持ち物で個人チャンネル開設するんですよ。個人チャンネルで得た収益はもう個人で持っていいっていう。それで協会聞いてことですよね。あ、全然 OK です。で、毎日やるの。それ動画に上げたら無限ループですよ。確かに。おめっちゃそうだね。今日の飲み代稼ぐで。自分の収益にはなるんですけど、その編集とかカメラマンとかも自分でお願いしなきゃいけないっていうことになるんですよ。塗り替え道場のチャンネルだったら普通にポンとも伊藤君に渡せるじゃないですか。でも自分でなんかお金を払ってお願いするっていう形になるんですよ。編集とかカメラマンを別に伊藤君以外の人に頼んでもいいし、でちょっとまだ伊藤くんの絵のそのお金の出し方とかっていうのがまだ私もあんまり理解してないんですけど、そうなんか一応伊藤くんにも全然頼んでいいけど、そこら辺のお金の関係はちょっとまだあんまよくわかんないんですけど。半分でいいです。半分、はい、収益の半分で。半分もらいすぎだもん。 いくら稼ぐ気でおるんですか。まあでも一応その塗り替え道場の社員ってことは言うじゃないけど、まあ、概要欄とかに塗り替え道場の人間だってことはまあ示しといて、まあ、そうしたらもともとの今の塗り替え道場のお客さんっていうか塗り替え道場の視聴者以外のちょっと層とかもにも見てもらって、で最終的に塗り替え道場の方にも流れ込んでったら社長も嬉しいし、で私たちは副収入を得れることになるから嬉しいし、で伊藤君にその編集とかお願いしたら伊藤君も副収入を得ることになるからもうウィンウィンみたいな、で社長は言ってました。難しいな。いや、私もちょっとあんまり、まだ正直あんまり理解しきれてないです。多分社長がちょっとその辺詳しくちょっとこの動画見て説明してくれるから。そうですね、この後に。この後に、多分社長が詳しく説明してくれると思うんですけど、まあそんな感じですね。じゃあでもリーちゃんははっきりしとるやん。一対一だもん。そうですね。俺らはどうしようやんって感じじゃない。あ、その収入ですか。そうですよね、私は思ったんですよね。足場班だけにしたら収入どうすんねやろうって思いますね。全部キャバクラで使われちゃいますよ。うん、俺全部使う。いや、そこはそこでカップルチャンネルにしちゃえばいいんじゃないですか。ああ、そう。リリちゃんと翔くんで。まだお前やっとんの。まだちょっと伸びてるんで、伸びてるうちにちょっとまだ行っとこうかな。伸びてるうちに。はい。でもそのうちすぐまた止まりますよ。デートとか。そうそう。何それ。親子水族館デート。カップルルーティーンとか。じゃあ何ただで編集。どうですかね、何をどんな動画作りたいとかありますか。どんな動画、あ、芝班ってやることやり尽くした感じだよね。副業みたいな感じになるんで、この個人チャンネルがだから、なんかその休みの日に撮ったりとか仕事の業務外でやるみたいな感じやんな。そうです、そうです。そう、一応そういう手、そう、まあ、ちょっとぐらいその、まあ、現場の雰囲気取るぐらいとかだったら別に全然いいと思うんですけど、あの基本的には業務外の時間でやるって感じです。だから伊藤君にもし編集のためにしても伊藤君は業務外の時間で編集とかやってくれるみたいな感じです。じゃあめちゃくちゃやっていいってことだよね。じゃあバンされたし大丈夫でしょ。
めちゃくちゃない。なんかあるんですか。なんかカンタの車を爆発させてみたみたいな。出るつもりゼロマシレ。出るつもり。小学生の感覚だもん。自分の車だよね。まあなんかこういう動画上げたいとかありますか。視聴者さんどんなの見たいんですかね。でも逆に言ったらその。はい。例えばカンタ君が家族で遊びに行ってそれを適当に動画撮ってくるだけでお金になるってことですよね。言っちゃえば。そうね、確かにそうですね。生活のなんかプラスアルファ Vlog 的な感じでやっとけば。そのあれですよね、出る人がそんなに、トシさんとかは出るんですかね。出る人がいないですよね、足場チャンネル。だから全然あれですよね、別に個人的な友達とか出してもいいってことですよね。需要あるのかわかんないですけど。そうですね、面白い友達がおったら全然出してもいいってことですよね。はい、難しいよね、一人でやるってことでしょ。いや、そうですね、私も全然どういうの投稿すればいいか全然わかんないんですよね。で、なんか全然その社長とかに出演してもらうのもいいよって、社長も全然出たるわって言ってたから、個人チャンネル社長騙すとかで社長に言ってほしかったら全然社長も出るよとは言ってましたね。てかあれですよね、どういうのが個人チャンネルで見たいんかとか、インスタとかでメッセージとかで個人に、そうです、いいんじゃないですか。こんなん見たいとか言ってくれた方が作りやすいですよね。そんな頻繁に撮れるもんじゃないですね。そうですね、そうだとは思います。でも社長結構、まあ最初は週に1本とかでいいしさとか言ってたような、業務時間外だったらそんな撮れないですよね。はい、では今日は個人チャンネルとその足場班チャンネル開設しますっていう報告動画でした。まあちょっと詳しいことは多分この後か前か社長が話してくれるのかな多分と思うんで、はい、ぜひどういうのを見たいのかっていうのをコメントとかメッセージ、インスタグラムとかでメッセージくれたら嬉しいです。はい、なので個人チャンネルもよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。先にさっきもショートさ、あいつが喋ってるやつ見たけど、まあ、何喋るかわからんわあいつら。ちょっと詳しく僕が説明しようと思うんですけど、最後に、はい、まあはっきり言って、まあその決めてない、まあ一回やってみたいって言って、まあやってみたいならやってみようかっていう話から始まったこの話なんですけど、はい、ミッチーとかさ、やっぱ手内しくもらんくなって、で俺一人で企画なかなか考えるのも限界あるから、みんなに考えてっていうけど、なかなかやっぱね、仕事の業務をやりながら大変だから、まあ、楽しみながらやれればいいんじゃないっていうことで考えたのが、まあ、足場班のチャンネルとリリーちゃんチャンネルっていうのを作ってみたらと。でも最悪リリーちゃんだけやって、足場班ちょっときついかな、作業仕事の大変だから偉いかなと思ったら、まあ、やってみたいと。そこから今収益は自分たち自由に使っていいよって、まあ俺がなんかなるわけじゃないからね。ただなんか辞めたとか変なねことで、じゃあ全然違うことやっていくから、もうそれをチャンネルごと持っていくっていうのはまあちょっと違うのかなと思って。その代わり、ちょっと動画の中でもリリーちゃんたちが言ったけど、業務内の話をちょっと違ってたけど、俺はもう業務内でもいいのが、仕事やることさえやりゃね。で、十分その、塗り替え道場チャンネルにもメリットあるじゃん。で、今って美容院とかもみんな社員がインスタやらなあかんとか、そういう時代じゃん。だから建設業も今そういう時代に変わりつつある中で、その SNS の発信っていうのは、じゃあ SNS に携わってない社員から取ったらやっぱ面白くない人たちもおるんかもしれんけど、これ一つ社員が聞いてる中で聞いてほしいのは、やっぱりじゃあ画面に出てもいいですよって言ってること自体もインセンティブで、今までここまでやってくれるのに、もちろん仕事中に撮ってるから給料は余分にもらってないよね。 SNS、YouTube の収益を、まあ、彼らもらってない、まあ、もちろん俺ももらってないよ、会社がもらってるだけだし、でも会社が利益を取るってことは俺の 100% 株主が俺の利益につながってるわけだよね。たまに夜手伝ってくれとかもいろんなことがあった中に、すごい頑張ってくれたこの2年間があって、まあさらに別に俺が持ってきたい、もっと儲かりたいために YouTube の収益がどうのこうののためにやるんじゃなくて、で自分たちでその企画力だとかトーク力とかを磨いてほしいっていう意味で、自分たちで考えてチャンネルを運営して、自分たちで数字をチェックして、あこの動画は良かった良くないっていうのを経験してほしいなっていう思いから、このチャンネルを作りましょうっていうのが一つ話なんだよな。だからもう業務中でも足場の動画撮るのもいいし、その代わり一日の工程って絶対決まってるから、それは絶対やらなあかんし、その分作業時間が増えてくるわけだよね。やっぱ撮影で手止めるから、もちろん業務中でもいいし、で、まあ、あとは、まあ、お互いに双方に出るのはいいよね。逆に、もう、じゃあ、塗り替え道場のチャンネルの方には出ないって言ったら、ぶち殺すよね。あいつら、俺を。そのメリット、デメリットだけで考えて、まあ、メリットが少ない、デメリットばっか多い
だからどうっていう、今日の端的な感じでね、思ったらいかないよね。3年後、5年後に女子部たちのメリットも大きいじゃん。だから、まあ、俺はそういうふうに考えてやってほしいなっていう思いがある。で、視聴者の皆さんも、まあ、どういう気持ちでこれ作るんかなっていうのは。だって、もう応援してほしいからね、あいつらが。まだこれから成長していく過程で、今、寺道が抜けて、足場ハンスな、龍二。龍二、トシ君。なんだあれ、爆速イケメン。だって、ショーと、カンタだよな。この4人が、まあ、中心に、まあ、YouTube。まあ、トシ君は行って、まあ、メインじゃないもんで、まあ、多分サブで出てくれる。じゃないと思う。まあ、3人が、まあ、収益をどういうふうに分けていくかっていうのは考えていくことだと思うけど。で、あとはもう一個、その、動画の中で、動画を作ったらさ、編集は自分たちでやりなさい、お金払いなさいよ、みたいなこと言ってたじゃん。うん、で、その中で、まあ、イケメンが、ええー、みたいな感じの顔したけど。まあまあ、俺は一つ言ってるのは、まあ、例えば、10本、20本、30本、まあ、50本でもいいや。まあ、お金も取らない。それから、まあ、つけとく形。で、その業務外の糸原じゃかわいそう。まあ、あいつがアルバイトでやりたいっていうのとは別で。まあ、それもありかなと思うけど、まあ、まずでも利益が出てないのでお金は取ったれんなと思うから、ただ利益が出始めた時に、そしたら月40万、50万とかになってきた時に、まあ、それはちゃんと引かしてもらうよっていう意味合いが強いかなと思って。いきなり金も、お前ら自分たちで金払ってけよって言うと、やっぱさすがに負担大きいわ、YouTube は。それが甘いっていう人もおると思うけど、まあ、それは俺の応援だし、今までやってくれたことに対する恩返しかなと思ってるから、2年間頑張って自分を晒してみたわけでしょ。あれもちょっと悪かったよな。まあ前回、2日ぐらい前かな、俺、見た公開が昨日その前だと思うんだけど、なんかまあ社員が遅刻してきたからって、俺がお前撮ったんだよな、盗み撮りして。まあいろんなパターンがあって、明日8時までに来いよって言ったら絶対遅刻しんだわ、こいつは。もう本当遅刻したことないよな。だけど、俺が言うんだよな。逆に1、2分遅れてもいいっていう状態で8時ごろ来いよとかだったら、そこをまた10分前に来ると、お前もまた絶対10分前に遅刻しんように15分前に出て、みたいな。ね。いうのがまずいから、なんで8時に来いよって言ったら8時前後でいいぞ、みたいなのが結構よくあるんだよな。はい、8時頃でいいぞって言ったら、そういう意味だぞなのかな、はい。8時までに来いよと8時頃に来いよって違うじゃん。まあなんだかんだずれても、まあ8時頃に来やいいよっていうのから動画撮ったんだよな、俺は。な、ちょっとお前が責められてたよな。で、お前も、まあ俺も動画の中でそれを説明をしてない俺が悪いけど、お前もそんなに悪びれてないから、なんか一番最初に謝らなあかんだろ、てめえ、みたいなコメント来てて、はい、まあさすがにお前見たらちょっと泣くなと思って削除したのもだいぶあるけど、視聴者の皆さんそういうことですよ。だって、まあ、彼女が悪いっていうよりは、まあ俺が悪い。ただネタにした俺も悪いけど、まあ、面白がしくね、これネタにするよって言って、まあ OK 出してくれたけど、この子が責められることではないなって。まあもちろん、まあ、8時頃だったで、あれ、5分か6分ぐらい遅刻だった、はい、まあ、ごめんねーの一言は最初からも言ってもいいよ。それはそうでしょう。はい、すいません。でもぜひ、そのね、リリーちゃんチャンネルと、まあ名前はどうなるかわからないけど、足場のチャンネル。まあ出来上がったら概要欄に貼ってあると思いますんで、応援して、で、まあ俺は盛り上げていきたいなって、またね。で、あいつらのトーク力とか、あいつらのもっともっといいところいっぱいあるんだ、リリーちゃんとかね。足場もな。はい、動画だとやっぱみんな硬いじゃん、まだ。うん、良さをもっと前面に出していきたいなっていう思いから作って、で、まあもちろんミッチーとかね。あらへんも手伝ってくれるだろうし、いろんな人たちが携わってくれれば、いい意味で会社も巻き込んでいけるかな。俺から頼んでも嫌だけど、リリーちゃんから頼まれたら、まあいいよっていう面もあるだろう。はい、まあ、顔出しは嫌でも、土曜日一緒にちょっと買い物ついてきてくれんとかさ、まあ、そういう話も出てくるわけじゃん。まあそんな感じです。YouTube ね。うん、利益の話と、まあ、業務外の話はちょっと、うん、あれかな。で、あとはまあ本当に細かいこと決まってないんで、またいろんなことが変化してくるだろうし、一週間に一本なのか二本なのかね、五本撮るのか、ライブやるんか。まあ、その辺も自分たちで考えて毎日改善して、それもまた小さなそこに経営の勉強が詰まってるからさ、リーダーとしての、ね、お金も見ながら、経費も見ながら。で、もちろん今度はイベント、ご飯食べるのは自分たちの経費でやらなかんでね。はい、今までは塗り替え道場のチャンネルは俺のお金で全部やってきたわけでしょ。はい、うん、まあ、その辺をやっていければいいんじゃないでしょうかと思いますよ、僕は。よろしくお願いします。チャンネル登録とよろしくね。チャンネル登録とよろしく。日本語がなんかおかしい。チャンネル登録とよろしくね。チャンネル登録お願いします。
いいねをよろしくね。